皆さんこんにちは、コウのホビーチャンネルへようこそ。今回もね、気になってきたガチャガチャを4回回してきました。もうね、この辺の標識シリーズはすごく気になってたので思わず2回回してしまいました。それではね、早速こちらの中身の方ね、確認していきたいと思います。まず最初に紹介するのはこちら、道頓堀ミニチュアチャームですね。これもちょっと気になっていましたね。久々の食品ガチャ、開けていきましょう。はい、というわけでまずラインナップの方を確認していきましょう。道頓堀ミニチュアチャームということで、ラインナップはこのようになっております。コウの場合結構ね、このフィギュアが当たるっていうのもありがちなんですが、道頓堀のこのタヌキは当たってもいいかなって気がしますね。で、欲しかったのは通常のね、豚玉かミックスの焼きそばですね。こちらが欲しくて回してきました。それでは早速何が出たのか確認していきましょう。それではいきますよ、せーの。はい、ん、何これえ、何これ、あ、え、あー、チーズまみれ豚玉か、惜しい豚玉にチーズまみれちゃったかはい、というわけで今回はチーズまみれ豚玉が入っていました。それでは早速開けていきたいと思います。はい、というわけで中を取り出すとこのようなチーズまみれ豚玉が入っておりました。チーズにまみれてますねでもさ、この下の豚玉が見たかったんだよな。結構さ、ここだけ見てもお好み焼き感結構あるよね。もうちょっと見せてほしかったなほぼチーズだもんねちょっと惜しいんだよな。まみれてるのはわかるんだけどさ、豚玉の感じ、お好み焼きの感じが見たかったんだよね。ほぼチーズで、チャームの方もついていて、チャームはこれあれですかね、タヌキの目を表現してるっぽいですね。ボールチェーンもこのようについているので、ぶら下げて飾ることもできますね。で、思ったよりね、カプセルはちっちゃかったんですが、そこそこサイズ感もあるんですよね。例えば以前回した焼きそばのね、ペヤングの焼きそばと比較するとこんな感じで、割と大きさ自体は大きいのがわかるかと思います。ただ横から見るとこのようになっていて、厚さ自体はそこまでない感じですね。で、お好み焼きが取り外せるかっていうと、これはもう完全に固定ですね。このチーズ避けて欲しかったな。ちょっとね、焦げてる感じなんかも再現されていて、細かくできてるのが分かりますし、お好み焼きの生地の色合いとかソースの感じもすごくよくできているので、これは豚玉バージョン見たかったですね。あとこうは焼きそばがね、大好きですから、焼きそばかどちらか狙ってね、もう一回ちょっと回してみようかなと思います。というわけでまず一つ目、道頓堀のミニチュアチャームからはこちらのチーズまみれ豚玉が当たりました。では続いて二つ目ですね、標識のガチャガチャは2つ一遍に紹介していきましょう。今回欲しかったのはカーブミラーと標識ですね。これちょっと見えたんですけど、多分これがカーブミラーでこれが標識っぽいので2回回してね、なんとかゲットできました。というわけでこちらの方も開封していきたいと思います。はい、というわけでとりあえずね、こちらのラインナップの方を確認していきましょう。24分の1スケール道路標識&カーブミラーザ道路標識ですね。これは気になっておりました。ラインナップはこのようになっていて、標識はどれが出てもいいなと思ったんですが、とにかくね、このカーブミラーが欲しくて回してきました。で、見事ね、1回目でカーブミラーが出て、2回目で標識の方も当たりましたので、中身の方も確認していきたいと思います。はい、というわけでまずはカーブミラー、中身の方はこのようになっていて、カーブミラー本体とステッカーがついているような形ですね。ミラーの方はね、ちゃんと映るような形にはなっていて、結構作りが細かそうですね。
こちらのねスタンドストーンズさんというと、こういったね車関連の標識だったり、以前で言うと道路工事のね立て看板やこの安全くんですよね。これがなかなか当たらなくてね、相当回しましたけど、無事ね後輩の加藤ちゃんがね当ててくれたのでゲットすることができました。相変わらず作りいいよねこういったね道路関係の小物なんかもすごく得意としたメーカーさんで、あとはミニカーとかそういったのも作ってますよね。で今回は24分の1スケールの道路標識とカーブミラーということで、こちらの方早速ね開封していきたいと思います。まずこちらのポール部分ですね、これを組み立てるそうで、3本組み立てますって書いてるけど4本ついてるんだよね。これはなんか他で使うのかな。というわけで切り出していきたいと思います。はい、というわけで3本つなげましたので、それを台に差し込んでいきます。こんな感じかな。でこれははめ込むだけでいいのかな。これ思ったよりミラーだね。これ思ったよりミラー、ただ手垢ついちゃうな。後ろにはねこのような接続ジョイントがありますので、取り付けてあげれば完成ですね。こんな感じでねすごい映ってるのが分かりますね。はい、これで出来上がりで、あとはこのステッカーが付いてるので、これをおそらくこちらの方に貼ってまた支柱につけてあげれば完成ですね。はい、というわけでまずはリアルなこんなカーブミラーが完成しました。これはよくできてるよね。ちなみに横に同スケールのねミニカーを置いてあげるとこんな感じになりますね。めちゃくちゃ映ってますけれども、こんな感じでね安全くんと同じスケールのミニカーと並べてあげるとちょうどいい感じで飾れるのがわかりますね。これはよくできてる。さあ続いては標識の方もね開けていきたいと思います。はい、というわけで内容物はこのようになっていて、ほぼほぼ同じような作りになってますね。内容物はこんな感じで、ここがね三角の標識がついてるような形、それに伴ってねシールの方もこのように選べるようになっていて、徐行だとか止まれだとかね歩行者押しなんていうのもありますね。どれつけようかな。やっぱり歩行者が多いから徐行とかね止まれがいいかな。はい、というわけでこちらの方も組み立てていきたいと思います。はい、というわけでシール貼って完成しました。若干ねシール失敗してしまったんですが、こんな感じの出来になっていて、これはまたよくできてますよね。こちらのメーカーさんの工事のね看板もすごいよくできていたんですが、こういったね車のパーツなかなかいい出来でいいですよね。これはいいね。で先ほどの余っていた棒なんですが、ちょっとね今ついていた標識の方にはねこんなパーツがついていて、おそらくこうかませることでこんな感じでねかませてあげて、このねついていたバーですね、これにはめてあげると、でこっちにはめることでこんな感じで一つのものでも二つにねできるという感じっぽいですね。逆の方が良かったか、こっちにミラーつけた方が良かったかもしれないね。拡張パーツがついてることでさらにね他の標識が当たってもいろいろな形で使うことができるので、これはなかなかいいですね。はい、というわけでいつものね24分の1のコウが作ったジオラマと合わせて使うとこんな感じですね。スケールが合ってるのでこれはすごくいいですよね。なんなら台座をね外してあげてここら辺にこうぶっ刺してあげてもいいぐらいの感じですね。はい、こんな感じで使うこともできますね。ちなみに標識を置いてあげてもこんな感じでスケールが合ってるのでね、いい感じで飾ることができますね。これはいいね。ちょっとさこういう駐車場じゃなくて道路のジオラマ作ってね一緒に飾るのもいいかもしれませんね。
はい、というわけでザ標識からはね、こちらカーブミラーの方と標識の方を紹介しました。最後に紹介するのはこちらエアブリックパッケージコレクションですね。これもすごく気になってた最新ガチャですね。早速開けていきたいと思います。たださ、カプセルがオレンジだからもうオレンジ色が出たんじゃないかなって気がしてならないんですが、開けて確認していきましょう。はい、というわけでベアブリックパッケージこれパッケージチャームコレクションか。はい、というわけでラインナップはこのようになっていて、ものすごい数ですよね。こういうコレクショントイはさ、ほんと集めるとキリがなくなっちゃうからさ、今までこのベアブリックも集めてなかったんだけど、これはすごい数だね。ただガシャポンでね、発売されたということで今回は購入してみました。このオレンジが入ってるんじゃないかなと思います。それでは中身確認していきましょう。それではいきますよ、せーの、はい、裏側、さらに、はい、ううまさかの赤入ってた。絶対オレンジだと思ってたのに赤だったか。はい、というわけでこんな可愛いねパッケージ付きのペアブリックですね、こちらが入っていました。中身の方も確認していきましょう。はい、というわけで中を開けるとこのようなブリスターパッケージに入ったペアブリックが入っておりました。オレンジと見せかけて赤っていうのはなかなかやりますね、バンダイさん。で、右上にはねメディコムトイのマークも入っていますね。コーノ持ってるものでメディコムトイっていうと綺麗なジャイアントがね、ハマジなんかもこれメディコムトイの商品ですけれども、他にもね仮面ライダーの BM シリーズですとか RAH といったかなりリアルなねリアルアクションヒーローっていうねシリーズもありますね。あれのウィングマン欲しかったんですけどね。はい、というわけでいろいろなリアルなフィギュアとか、あとはこういったねアニメのキャラクターなんかも作ってるメーカーさんですね。そこのメインのねオリジナル商品であるペアブリックのミニチュアになります。商品パッケージはブリスターパッケージになっていて、正面から見るとこんな感じで、横側と背面ですね。これリアルなペアブリック持ってないんですけど、本物も多分こんな感じなんだろうね。このベアブリックもさ、こういうクマの形が基本なんだけど、この形のまま塗装を変えて仮面ライダーだったりウルトラマンとかいろんなねディズニーのキャラクターとかね、アレンジの効いた商品も数多くねラインナップされてるシリーズですね。はい、というわけでこちらの方なんかね中身開くらしいんだよね。ここから開けちゃえばいいのかな、これ抜いちゃえばいいのか。すごいね。でも後ろもこれブリスター入ってるね。これを開けてあげると、おお、すごいすごいすごい、ちゃんと、はい、稼働するタイプ。本物もね手足が動くんですけど、あ、動くね。あー、本物と同じ動きはちゃんとできますね。首は、あ、動く動く。はい、というわけでちょっとね実際緩いですけど、ちゃんと稼働は本物と同じようにしますね。なのでちょっとしたねポーズをつけてあげて飾ることもできますよね。これは可愛いね。このぷっくりしたお腹もいいよね。はい、こんな感じのペアブリックですね、こちらが入っておりました。こんな感じでねちょこんと座らせて飾ることもできるんですよね。これは可愛いね、よくできてる。ちっちゃいはちっちゃいですけどね、すごいちっちゃい。今までどうだろう、ガチャガチャのフィギュアの中では一番ちっちゃいんじゃないかな。待ちぼうけと比べてもこんな感じ。あとはちっちゃいフィギュアって言ったらなんだろうな、モグロ福蔵のミニフィギュアと比べてもこんなちっちゃいんですよね。この大きさなのにすごくよくできてますね。本物に忠実なデザインになっていて、正面から見るとこんな感じで、胸元には B の字が入っていますね。これはキャラクターによってちょっと違うみたいですね。背面はこのようになっていて、特に記載はないんですが、ここに印字されてますね。横側、
首は360度回って、腕も360度回って、足は前後にこのぐらい稼働しますね。腕の部分がね、かなり柔らかいので、こうやってすぐにね、動いちゃうのがちょっと残念ではありますが、パッケージで飾れるだけじゃなくて、こうやって中身のフィギュアも動かして遊べるっていうのは、これ本当すごいですよね。これ新しい試みだよな。で、こういったパッケージフィギュアっていうと、以前ケンエレさんの方でもね、このような商品が発売されていましたが、こちらはソフビ製になっていて、今回はプラ製ですね。大きさが全然違うのが分かりますよね。で、これはパッケージがね、ソフトパッケージになっているんですが、今回はハードなブリスタータイプのパッケージですね。これ自体もすごいよくできてるよね。なので、このブリスターパッケージに入れて飾るもいいですし、単体で飾ってあげるのもいいと思います。こうやってね、座らせて飾るのがいいかな。これこそね、いわゆるペアブリックって感じの飾り方だと思います。今一度パッケージに戻してみるとこんな感じで、パッケージ自体もすごくよくできてますよね。これはこのままね、ぶら下げて飾ってあげてもいいですし、先ほどみたいに単体でね、飾ってあげるのもいいと思います。なんかちょっと絡まっちゃったらボールチェーンも両方ね、クリアのパッケージとこちらの紙の台座の方にひっついているので、このままぶら下げても中のものが落ちることはないですね。このまま飾ってあげても可愛いな、パッケージ。っていうかさ、やっぱりさ、こうやって1個買っちゃうと並べて飾りたくなっちゃうよねだから怖いんだよな、こういうの。はい、というわけでこちらがね、ベアブリックパッケージチャームコレクションからこちらのレッドがね、当たりました。はい、というわけで今回は気になるガチャガチャね、こちら4つ紹介しましたが、いかがだったでしょうか。っていうか相変わらずすげー映るどれもね、本当に出来が良くて、ちょっと唯一これだけね、出来がいいであろうお好み焼きの造形が見れなかったのは残念ですが、それ以外全部ね、出来が良かったので、これは良かったですね。こうやってどんどんガチャガチャの沼にはまってきますね。はい、だからこの辺もね、ちょっと追加で回せたら回していきたいと思いますのでね、またちょっと今月できたら生配信でね、リベンジガチャの紹介なんかもできたらなと思っております。ただ連休もあるんでね、ちょっとまた出かけたりするかもしれませんので、楽しみにね、ライブ配信の方もお待ちいただけたら嬉しいです。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価の方とチャンネル登録がお済みでない方はぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。過去のレビュー動画につきましては概要欄の方に再生リストの方を貼っておきますので、そちらからね、ぜひご覧になってみてください。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。またねー。